はい、短期決戦です。8月22日7時16分です。第937回ミニロトの結果発表をしていきたいと思います。これね、ちょっと待って、よいしょ、ミニロトね、さっき予想したような気がするけど、2017年の8月の22日ミニロト、第937回、結果じゃん。おお、一等が15口も出てるよ。すごいね。5、12、13、15、24、ボーナス数字25、一等15口、947万6000円、すごいね。これで知ってる？ここでこう937、5、12、13、15、24、25、ちゃったね。まず5がない。5がない。12、13。15入れてあるからね。25ボーナス数字、買ったのこれなんだ。1、4、11、15、19、25ボーナス数字、13、3、これダメか。3個は3個だけど、ボーナス数字は2等しかダメなのか。数字4個とボーナス数字1個、あーはー、惨敗ですね。惨敗。5、ここか。5、12。12、13とか言ってさ、5、15。
5のオンパレードだったんだ。5のオンパレードだったんだ。12、13、10、あ、5も15も25も使ってんのか。しかも24、25か。5はないよ、5。5ってなんだよ。5って使わない数字なんだよな。5ってなんだよ。5は珍しいな。あ、5、ここにボーナス数字がある。5は珍しいな。5は珍しい。12、13、15はなんとかなるとしても。24、25ね。5はないな。5は。5はすごく珍しいわ。でも5は25から連想しないと。15とか25から連想しないといけないと。25、5、15。15は15か。落としくて15だって。5、15、25だからね。そうですか。3個が難しいよね。12、13、15で取れるのか。あ、もう1個ここにね、13入れればね。12、13ってさ、11、13やってるからな。これなんか惜しいんじゃない？5はないけど。5、あ、これを13にして、あと5にすればいいでしょ。まあまあだな。まあまあの5。5はな。5は全くノーマークだわ。5なんて直近出てないからね。5なんかない。あれだ、なんていうの、 YouTuber の YouTube の動画にあったけど、ノーマーク の空白地帯 の数字にも気をつけましょう、空白地帯の数字ね。5とか6とかさ、空白地帯の数字、20の、ミニロトはどうなんだろうね。10の中盤、15、16、これ15あるけどね。ミニロトは結構詰まってるけどな。6が出てないでしょ。6が、ほら、6がない。5はここにあったけど。出てない数字っていうのがね、出てくるとね、こう予想的には難しいよね。傾向を見てるからさ、6回中5回3が出てるとかさ、こう傾向を見てるからさ、これの数字を入れられるとしても、5は入れられないな。5はもう4入れたけどね。4はここに2個入ってるから。5だったか。
5はちょっと難しかった。ヌルチーさんこんばんは。はい、こんばんは。あ、もう今終わるとこ。ヌルチーさんこんばんは。今終わるとこですわ。まあね、今回は難しかったってことで、5が取れなかった。この前のミニロト？違う、昨日のね、ロト6が、昨日？そう、昨日のロト6が当たったの。昨日のロト6がね、4等6000円が当たった。4個1。ロト6。昨日のロト6、4等6000円当たって今日換金したよ。よし。ヒルチーさん、おめでとうございます。はい、あの YouTube に動画があるんで見ていただければ。ヒルチーさん風船を2個プレゼントしました。ありがとう。私のプロフィールに YouTube のリンクが貼ってあるんで YouTube で見てください。はい、ありがとうございました。終わりにします。お疲れさんです。疲れたよ、今日は。ミルチーさん、ごめんね。切ります。ミルチーさん、お疲れ様。はい、お疲れさんです。